よりとふぐとは、ふぐもくふぐかに属する、海水魚。別故障として、神奈川県小田原では、川ふぐででふぐ、静岡県沼津、大分県大分市では、水ふぐ、愛知県蒲郷市、三谷、西尾市一式では、超鎮ふぐと呼ばれる。世界中の温暖な海に分布する。日本では、太平洋側では、千葉県以南、日本海側では、富山県以南に、それぞれ分布する。 体長は30センチメートル程度で、水深100から500メートルの大陸方園ペン部に生息し、体には無数の細い線がある。食用として漁獲されるが、その量は少ない。釣りの際には針にかかると海水を吸い込み、釣り上げるのに難儀する割に、他のフグよりかなり味が劣るので、嫌われる傾向にあるという。名前は、釣り上げると水を吸い込んで、糸がよれることに由来し、 より糸がなまって、よりととなった。筋肉、皮、は、清掃のいずれを食しても健康に害は及ばないとされ、伊豆半島などでは、肝臓も加えて、ぶつ切りにし、味噌汁の具として食用されていた。長年にわたって、無毒と思われてきたが、肝臓から毒が検出されたことがある。厚生労働省は、フグの肝臓を過食部位と認めておらず、肝臓の販売を禁止している。卵巣も、 有毒の可能性があるが、毒性は不明である。蒸気の理由から長らく食されていた地域もあり、2018年1月には、愛知県蒲郡市のスーパーマーケットで肝臓を含む切り身が販売され、県が立ち入り調査に入ったことが報じられた。ありがとうございます。